8失点大敗後の、ロンデン一問一答 W。青柳は制球の乱れが失点に。今年一番な、悪いしな。悪いゲームになったな。立ち上がりから良くなかった。だから1回、2回な、あんだけ助けられたんやから、そら立ち直らなあかんわな。普通は立ち直るけどな。両方、どっちも点取られてるような展開やん。ゲッツーにしろな、サードのタッチアウトにしろな。慎重に行き過ぎた？いやいや、慎重じゃないやろ。いやいやそんなんお前。ストライク入れへんねんやから、笑い。それはちょっとお前、言葉良すぎるやん。慎重に行ったから、ストライク入れへんって。開幕ピッチャーやで、お前。立場的にも3失点まで？いやまだ1点やったら、わからへん。そらお前、投げさすつもりやったよ。1点差で2対3でな。打順回るまで投げさせとったよ。球数も少ないし、1点ぐらいやったら投げさすよ。これはオリックス岡田。これは大変なことやと思うよ。やっぱ開幕戦早々に変えたのは正解やったわね。リード批判しなくて偉い。でもバッテリーごと交代したしな。まあ今日は青柳のせいよ、あの内容じゃ言われるわ。これはそらそうよ。まあ今日はひどかった。今日はさすがに青柳が悪いだろ。もしあのならなんて言ってた？ガゼルマンがいいようには見えなかった。横浜打線が格段いいとは見えなかったし、少し慎重に行き過ぎたかなと。ほんまに心から腹立つわ。どう考えても板山の愛人起用と佐藤ライトのオプションしかとし続けるお前の愚策やろ。佐藤打てないんだからライトにしても意味ないだろ。板山も打てないのは分かっとるが。めっちゃイライラしてて笑った。今日の青柳はエースがしたらあかん投球やしな。1失点嫌がって4失点になるとか空ごと割れるで。試合壊したの青柳やから空ごと割れるわ。もうそらあれやからはっきり言うてそういうことよな。監督が変わるごとに干される梅野さんサイドにも問題がある。あかんな。下を見て安心したらあかん。この時期の首位なんか多少の連勝連敗でコロコロ変わるし、首位が雲行きおかしくなってきたら代わりにどっか調子ええとこが上がってくるだけちゃうんか。まあでもごちゃごちゃ言う必要もないやろ。ほっといても取り返すはエースやからな。